コ東日本です。午前10時50分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに湾岸線西行きの情報です。湾岸線川崎浮島ジャンクションを先頭に大井ジャンクションまで11キロほど渋滞しています。引き続き成田方面鹿島方面へ走行中の方にお知らせします。京葉道路神奈川インターを先頭に5キロほど、また17キロポスト付近の宮野木ジャンクションを先頭に1キロほどそれぞれ渋滞しています。ハイウェイラジオ東関東道習志野よりお伝えしました。あなたに伝えるネクスコ東日本、こちらはネクスコ東日本です。午前10時50分現在の